い、どうも皆さん、俺チャルナです。あ、そうです。はい、こんな高くでお送りしておりますが、はい、今回は対戦です。対戦ですね。なんだかんだ久しぶりの対戦になりますが、今回の、ね、会場は前回と同じく、高松水彩の坊さんにお邪魔しております。はい、ただですね、2024年6月28日をもって、52年間にわたりました、水彩のボールさんが閉店されますんで、まあ、それもあってここで撮影しております。頑張っていきましょう。よいしょ。はい、2度目の対戦です。はい、ね、対戦の水彩のということで、そう、今回の撮影協力、2024年6月28日、閉館予定の高松水彩のボールさんにお邪魔しております。約52年間素晴らしい、はい、ね、すごいね、動画として形に残させてもらいたいと思うので、そうです、そこで対戦します。はい、じゃあアスキーからどうぞ。よっしゃ、じゃあ912-3をお、あまりさん出撃させます。出てこないやつ。でもね、ゆりやかなんだっけ、これ切れるんだっけ。ハイブリッドなんで中間っすね。中間か。そう、そんなに暴れもしないしっていう感じ。じゃあ行きます。抜けた。あ、抜けた抜けた。さすがにあそこから戻ってくるルートはないか。僕は、タイプコースヘクサコラボレーションモデルのアップビートです。アップビートヘクサモデル。お、やばい。ちょっと今のはあかんねえ。あかんねえ。今のはちょっとやったね。やってありましたね。抜けるこれ。マジか。まさかのチョップ。ね、一本だけスポーンって。これはちょっとね、チャンスを生かして、スペアで行こう。どうだ。あ、いいんじゃない。ああ、惜しい。いいチョップでした。いや、さっきまでね、ここアップビートいい感じで合ってたんだけど、そうだね、僕が悪いんか。どうなのか。いいね、いいね。ちょっと薄かったか。よし、よし、決めた。作戦変更。オイルが伸びてきたかも。なるほど、僕も切らんと、ね、2ゲーム投げましたし、確かにね、あの企画であの5種類の投げ方やって、そう、変なオイルの伸び方したかもしれない。あ、いいよ。打ち行ったかな。裏行くだもん。いやー、なかなか思ったところに行かないね。はい、ラウンド1のハイパフォーマンスボース、ギアドライブプロで、これはね、切れますんで。そうだね。これ大丈夫か。あー、見た。あの動き、すごいでしょ。すげえ。あと、あ、どうだろう、戻るかな。あらららら、なんか今日はスペアがねえ、ちょっとね、さっきはね、あのアップデートした時アップ開かれてるって思ってたんですけど、ちょっと今だいぶ怪しくなってきたよ、これ。おかしいな、動画になると弱い。弱いか。そういうこと。そういうことだ。おーっと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 、惜しいか。あ、惜しい。立ち位置変えた。変えた。思いっきり外に行った。なるほどなるほど。内側から投げていそうだなって。ポケットには行ったけどね。そう。おいしい。あ、抜けた。ちょっと早いかな。急速速かったけど、ね、もうちょっとゆっくり行ってもいい。そうだね。やってもらったときだよ。 OKOK。 ちょっとね、この深海のボールは古き良きボーリングで後ろにね、椅子とかあったりするんで、たまにね、ギャラリーがいらっしゃるんですよ。確かに緊張する。うんうんうん、よし、はい、して OK。 今の吸い込まれるような。で、今良かったね。いいコースだったね。あ、いや、どうや。あ、裏行くかな。ああ、まあまあ、
裏らしい残り方やね。そうね、あれちゃんとスペア取ってちょっと怖いな、面白くして面白くしてけるかな。おお、むしろなんか切れたな最後。そう、しっかりね、結構切れたね。どう、こんな感じでいける？うわー、今良かったと思ったけどな。いや、薄かったな、最後の入りが足りない。あー、やばいかな。いや、いける。うわー、これ明暗分かるかな。ちょっと薄かった。これがボールの性能の違いだね。そうね、はっきり差が分かれた。この920のもう何年前かな、人から譲り受けたやつなんですよ。おお、思い出あるね。もうカバーがだいぶ表面がもう守しきってるやつなんでこれもまあでも10年前だろうな。そう、少なくともそう、本当に前のボールやから。キラッ、あ、惜しい。あま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 あ、先でもうちょっとガッていったら。おお、いいね、いいね、いいね。よし、いいね、いいね、いいじゃない、いいじゃん。やばい、いいなあ。っと、ここで天秤です。まずいかもしれんぞ。天秤です。終わるかもしれん。天秤が来ましたね。いや、おっと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 、ちょっとなんだ、5番も10もいるのに両方おる。ハイフォース、ダイス。横でね、テレリーか。あ、これまずいんじゃない？ビビってんな。なんか天秤遠いな、今日。ビビっちゃってるね。なるほど、ちょっともっと攻めよう、過ぎてたら。大丈夫、これちょっと来たよねっていうのもあるんだけど。いいんじゃないこれ。うまい。いいんじゃない。うわ、うわ。いや、ナイスタイル。届かった。届かった。いつものやつ。いつもね。今日も元気に。いいゴール。今日も元気に頑張るか。今の時点で3-1。どういう感じでした。あ、違う違う、3-1。うまい。いや、これゴールキラーだ。あー、ちょっと薄いけど、なんか次ぐらい合わせれそうやな。確かに。そういうハードのボール。あ、これ。あ、戻った。おお。うわー、シャイ。ラゲイ。いいピンアクション。いいピン取り。いや、お前ら8000円だったのボール。やばい、本当にな。オーマイ、あらららら、これあれだな、500秒の方が合ってるな、多分な。ね、合ってる感じがする。あー、いい回り方。おーい、めっちゃいいじゃん。いや、きついよ。これ何のシュートもなく先にシャキってるけど大丈夫。ランマー落ちして、いや、今よかったね、綺麗だった。今のは理想的に刺さってくれた。あ、抜けた。6本4本や。あ、これ4本伸びた。先にタイレッツゴー。やばい。どうだおい。ストライクの後だから、まあまあ、スティア取れりゃ大丈夫で。まあ、これよね。俺ってね。俺ってこういうことだよね。俺なんだけど。うまーい。おーい。あぶらさん。後ろが登らんかってよかった。ちょっと今、当たったね。意外と難しいからね、あれね。いや、むずい。後ろから。当たりも悪かったらアウトだもん。確かに。
時やってやりました。やばいかもしれん。うまい。あーいやでもこれでほぼ勝負ついたよ。ついたね。レド君の勝ちだ。よっしゃ、気持ちよく増やされたい。ちょっとこれ、ちょっとこれ攻めよう。さっきより攻め。でも大丈夫、スピアボールはしっかり上がってくるよ。あっ、あー改善が見られません。なかなか改善が見られません。まあちょっと落としたのもあるけど、まあでもなんとかった。あれ惜しかったね。ちょっとショックの疑惑が一瞬出たけど危ない。これどうだ。あ、ついた。よっしゃー。素晴らしい、いいジャンプだ。よいしょ。はい、ゲームセット。はい、お疲れ様でした。ちょっとね、たったって、放送の声が乗っておりますが、レドが166点、はい、アッティが148点ということで、今回はレドの勝利です。もうやられた。ありがとうございます。前の動画に次はねって言ってるのにゃ。対戦は僕が勝って、社長が負けてるっていう、ちょっと今のところなんですけど、その傾向が。まあ、またね、Cファイルを、ね、遊べるうちに、どんどん動画撮っていきたいと思いますんで、はい、最後まで、Cファイルよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみください。お世話になりました。またね。